79、光の迷宮。あ、もう至るとこの教えだよ。あ、これやろ。覚えとうわ、これは。マブティ。何これ。どっから行く？左奥から行く？小型が。そうか。うわぁ。あれは任しとく方がいいのかな。回復持っていけないよ。もらおうかな。もらってくあれはディロイかディロイと防御スクリーンがある。まあいっか、ディロイだけならやれる。俺がヒモドローンの数でも減らしておくわ。攻撃が届かない、早くて見えない。ゼロ距離でまずは減らすか。よし、ディロイ1体なら問題なくやれる。でもディロイ1体しか問題なくやれないだろ。そう、そしてあれは中か。ダメだ、アリが大量に来てる。アリがいたアリがいた、助けて。アリ1匹に俺殺される。ダメだ、これアリ多い。一人は回復役がいる方がいいかもしれんな。大量のアリを片付ける。ちょっと巨大兵器しかいないって言ったじゃないですか。おお、やめない。やったか。なんでそっちはそっちで地獄絵図になってるの。ね、大量のアリと飛行ドローン。高田結構回復あるからどっかでタイミング余裕がって撃ったんだよな。撃ったよ。そういや撃ったな。のんべそこに回復が。ギロイ倒して変余裕って思ってたらこのざまだよ。どこ行ってもこだ。あ、撃てろか。後ろにあるだろ、でっかい回復。一般兵いるから回復持ってきてもいいかもな。反則だぜ。で、混乱してる間にどんどんおかわり来るから。なんで全身出んのかよ。全身出ます。助かった。よし、あり早っ。第三補充中だよ俺。だいぶ倒した覚えがあるのに、クマさんいるけど回復できるヒットポイントがない。変だ。よし、アリだけなら生きるぞ俺は。そのクマさんを浮かさせるだけのヒットポイントを取るための回復が見当たらないけど、あるその辺。あるよ、2つぐらい見えるな。よし、とりあえず倒しきった。ああ、俺の部下が死んでいってよ。かろうじて生きてる程度か。うん、よし、回復発見。一応頑張るだけが無理だな。うん、諦めんなよ。装備を変えよう。でかくなったり小さくなったりしてる。大逆だ一旦。一時大逆。ああ、それはそれで。そしたらディロイどうしよっかな。だな、発生装置を一つずつ修正か。ディロイは倒した。ディロイを倒した。これあれだな、一人はライさんの方がいいな。飛行ドローンがちょっとうざい。赤ちゃん、ディロイ元気に動いとうよ。そう、一匹はそこで戦ってるよ。ああ、2匹おるんか。じゃあ、ああ、そうああ、ほう。誰が生き返る。ああ、やべどん兵衛か。これはいかん、お前らディロイに近すぎる。どん兵衛回復できるなら俺ちょっと上の方、飛行ドローン倒す第3だな。飛行ドローンが減らせないよ、ね。かな。じゃあタカちゃんはディロイ任せで。とりあえずディロイ倒してきて。武器かよ、武器。うん、ディロイいなかったらどうにかなるから。ディロイ倒してくんないねんけど帰ってこれねんだよ。だからディロイ倒してきて20発のそれで頑張ってこっちまで逃げ帰ってきて。そろそろ回復弾ないんじゃね。もうないよ。だよね。よし、武器は変えるかい。もう一回行くかい。おあれでしょう、ディロイを倒した後の2人の即死が痛い。そうで、ちゃんと俺ドンベの後ろについてって
ついていこう、ちゃんと。お俺、近場にいると思ったからさ、数倒し終わって、ある程度食らって、そろそろ回復欲しいなって思った時に、近場に誰もいなくて。よし。ちゃんと俺がついていけばいいんだ。ストーム部隊。じゃあ俺は奥ディロイを。奥ディロイを。よいしょ。もうどんべ即左に走っとうな。うん。ついていこう。じゃないと、アリに一人で囲まれるという最悪の事態に。これ撃つとな。俺が行くと、ね、ディロイは死んでると信じて。アリに殺されるっていう、おまけがつくの。これアリっていうか、どうしてベアラーのシールドにアリの3は阻まれないの？ジロイは終わってる。それが阻まれてくれるなら。とりあえず俺は飛んでるこいつら。うわマジか。ちょっとでも減らす。コマさんの方行った。あ、まだだ、まだやられませんよ。あ、死んだ。いつの間にたかしら死んでた。さあ、ってドンベの近くに行こう。え、ベアラ殺すイコール、ベアラじゃねえや、ギロイ殺すイコール俺死亡よ。じゃあ、あのね、ドローンが来てたからドローン見てたのよ。ああ、じゃあアリやろ、うん、アリアリ。で振り向いたらもうあれね、ドバリッと。よし、とどめだけもらった。でそのままドンベンのとこ行こう。回復欲しいっす。ちょっと待ってね、カマさん行くからそのままに。じゃそのままタカちゃんのとこ行くか。200もいった。チャージは終わってますよ。ドンベン撃って助かった。実はその前に3発ぐらい連続でライフランミスるというひどいプレイをしていたという。どこだどこだ、いた。次のアリが来た。決まってるよ。ミスった。よし来た。よし、さあじゃあアリだけど届かねえな。あ、顔がベアラーがある。これ壊さないと撃てない。あれ撃てるか、やれるか。そうやった。一応なんとか。いや待って、次空いてくれたら。無理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 、体力減っとった。よし、この後ろの一匹気になるな。アリか。やっちゃった、一般兵を無事殺してしまった。あくそ。ここで起きれたら。もう起きていい、もう起きて大丈夫か。回復ください。あ、どこ、あと一瞬にする。落として落として。じゃあ、タカチン。あ、俺からそうか、止まる的に。これ、ここどうなの、ベアラーは届くの、それがわからないんだ。タカちゃん多分外かな、中かな、怪しいな。ちょっとベアラーこれ落とさへんと怖いな。見た感じ多分中だと思うけど。あ、当たる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 。当たったけど倒せてねえ。とどめさした。よしよしよし、ほんま倒せてなかった、びっくりした。タカちゃん止まって、降りて。はい、あー、ぶえー。回復しても死ぬと思うけど、とりあえず一緒に回復してもらった。よし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 、じゃあもうあと1個。アリの数が半分か。いったな、これはもらったな。これ壊れない。あ、壊れたか。よしよし。うわー、やべやべやべ。あれは外か中か、どっちだ。あ、外だわ。やばい。どこだ、あれの狙撃地点は。タカちゃんに絡まりついてる、ぶっ殺しといた。ありがとう。あと5、6匹。サンキュー。やっぱライさんの殲滅力は頼りになるんだな。向こうの岬まで飛んでいかないと、多分あの低光線は撃ち抜けない。中から外にも出ないのか。レーダーにあと1匹敵がおる。下、この下だろ。 OK、まだ1匹いる。じゃねえな、離れとこ。こっから離れて、あの外に出れば。このベアラーはこの1匹倒しとかないと、いつ来るか分かんないからな。狙えると思うんだけれど。よし倒した。ここか。ここだ。邪魔、見えない。アリ
お、復帰したじゃん、ここ。よし。あ、見える見える。届く届く。敵ないし、最悪。タカちゃん、さっきのとこから言ってくれたよ。届いてないよ、届いてないよ、それ。あやさん、当たってない。当たってないよ。さっき燃えてたで、何か。ガリが挟まれてるよ、それ。そう。嘘、ライさん当たっとうで、多分。俺の画面から見るとね、もう薄皮一枚に阻まれてるよ。俺の画面から見ると当たってる、ちゃんと。うん、俺も見出してる。行ってる行ってる。倒したわ。多分倒しきれるだろう。てタカちゃん、いつの間にそんなところに。そうそうそう、狙撃地点まで来たんだけど。アリに絡まれた。アリが3匹くらい来てるな。どんべん守れる？無理。一応守る。一応守る。うえ！あざーす。ラスト回復。よし。あと2匹ぐらい。外したー。致命的。外した。でこいつだけでも落とさねえと。くるって回るだ。次開いた時に終わらせよう。もう一発撃てる？チャージ中。よし。こいつを終わらしちゃおう。こいつは敵もいないし。よし、落とした。オーケー。よーし。もう回復ないしなんだよな。回復はもうない。てかこの辺アイテムありまくるじゃん。回復してんだ。もらっとこう。あっち行く前に回復してから行こう。けどもうあと飛行ドローンだけやろ。だな。シールドがあと2つぐらい見えるけど。よし終了。シールド壊した。タカちゃん死んでるね。おう、死んでるよ。チャージ中だって言うから生き返らせなかったけど。チャージ終わった。あ、外した。外しました。よし。終わってる？無理だな。終わってる？うん。あざす。おっ、死にそう。ヒットポイントがないからだろ。死にそうじゃないよ、全然。クマさん、それが普通なんだよ。ちょっとずつ食らうけど、まあ。体力は回復すぎる。回復しに。回復は落ちてんのか、そっち。天気あった。ちょっと。タカちゃんの 50% ってクマさんのマックスより多いんやろ。うん。ああ、落ち着いた。よし。飛行ドローンもぶっ倒したし、あとベアライピーぐらい。よし。画像あと一匹がいる。もう終わりだろ？なんかいる。あ、なんだあの赤いのじゃあ。クマさんにはちょっと厄介赤いのあるけど。このカトンボが。どこよ。100% 当たってんのに。俺も 100% 当たってんのに、タカちゃんが死なねえ。同期ずれ、恐るべし。ミラージュ、どうなんだろう。ニュー？ニュー。レベル76。80。陣頭が赤い。任せよ。うん、うわ、すごいの来た、すごいの来た。こっち来た。止めて止めたら俺がそこをライさんで狙い撃ちってか。クロワリの方がやばいな。投げといたらどうにかなった。ブルーチが。うわ、8もあるのか。あ、なかなかいいな。ここ確かこっから出なくていいんじゃなかったっけ。ここだけで完結した覚えが。かわすんじゃねえ、こいつ。かわすんじゃねえよ。重い。ダメだ。ホーリーランスだ。射程圏外だ。処理がやばい、処理が。やめて、やめて。一般人がいい。おとりになってくれ。でもなかなかいいな、これ。使い始めわからないだろうけどね。
わかんねえな。投げた後はね、エネルギーがね、回復が若干遅いんだよ。へえ。あの、エネルギーを回復してるから、ずっと。ああ、ヘブンズゲートの？うん。飛んでるとエネルギーがなんか減ってくっていうか。ああ、じゃあ地上武器か。明かり。まだ死んでねえんだけど。なんか処理落ちした。おかわりが来たのか。死ぬ。おかわり来てるね。投げとこう。この辺りか。こうか。ゾンビの回復の間に明かりを。これか、ヘブンズゲートのせいか、処理落ち。そらまあ処理食うよな。ただちょうど川に入ってきたやつを食らい尽くしてくれる。数形はないみたいやな。うん、だから来たやつをひたすら殺し続ければ何だこの終わるのか。終わってほしい。終われば終わる時終われ。超重い。まあ、あれだよね、敵の速さについていける処理落ちのおかげで狙いやすいっていう。じゃあ投げとこか、ずっと、うん、処理落ちしてもあの照準動かすスピードは変わんないからさ敵は遅いけど狙いはしやすい。あっちが飛んでも先狙えるからな邪魔だこい。あーもう死体が邪魔だ。ファミコン時代のテクニックやん、それ。いまだにファミコン時代の作り方してんだよ、この会社は。サンドロットはいや、そんな遠くはどうでもいいんだ。まず近場から倒す。いやー、アリが来た。アリがやばいな、アリが。ヘブンズゲート、はよ。たまれ、たまれ、たまれ。まだか。いや、この辺に落ちと回復アイテムだけで十分っぽいな。うん。うん。やばい、処理が遅い。処理落ちしてないから狙いにくい。アリが来た。待ってね、待ってね、待ってね。この辺りか。うわあ、取っちゃった。後ろ向きに歩いてたから。ああ、やべえやべえ。そんなに減ってないのにでっかい回復取ってしまった。私にリホマを唱えてください。どこ？後ろか。後ろ。ヘボンキー。壊れた殺す。食われると守備力倍になるからな敵のな、敵のな。こちらとしたら何も恩恵がない。半分じゃなくて敵の守備力が倍。じゃあこっちの攻撃力が半分なんだ。でも守備力も倍。蜂が来た。やべ、ドンベの前に行って無駄に5600くらったあれ俺の画面やったらおらんけど。自分からドンベの売ってる目の前に行って一文字だけでニュニュって微妙に減った。アリは怖えな。ノーマルアリを優先で殺そう。俺は楽しい。せっかくライサー持ってって即死させれるんだから。なんであんなところに敵が。では熊さんに任せるか。よし、だいぶ終わったね。一発でいけそうな。うん、やっぱヒットストップいいな。うん、狙う方からしても。一気にしよう。よし、危ねえ危ねえ。俺の体力がやばい。ライフください。ライフ、回復いる。いる。死んだ。いらんやろ、回復いる死んでんじゃん。死んだからこそよ。よし、あとは殲滅戦かな。もうあと4匹しか残ってないし。いた。パラパラ歩いてんじゃねえよ。人類は終わりだが、お前たちも終わりにしてやるぜ。老人形にしてやろう。老人生にしてやろう。時期的に危ないぞお前な。お前を浪人生にしてやる。
ほら。第三の嵐を。余裕でしたな。余裕でしたな。うん。アーマーちょっとしかないけど。武器2つ。